2023年8月31日、ひすまいの北山博光さんがジャニーズ事務所を退所しました。北山博光さんは、会員制サイト、ジャニーズウェブ、ゲファンやメンバーに、感謝のメッセージを残しています。今回は、北山博光さんの退所理由や、トゥービーへの合流、内田理夫さんとの結婚について紹介します。 キスマイ北山博光がジャニーズを退所。画像はキスマイ北山博光がジャニーズを退所。2023年8月31日、北山博光さんがジャニーズ事務所を卒業しました。北山さんは、2023年6月7日に、事務所の公式サイトでの発表により、キスマイでの12年間の活動に終止符を打ちました。キスマイ北山の対処コメント、キスマイの北山博光です。 いろんな方たちと仕事をしてきて、いろんなつながりがあって、今ジャニーズ事務所に入って21年ですけど活動することができていたんだなと再認識しまして、ぜひとも感謝の気持ちを伝えたい。僕は16歳で入所してから、その頃くらいから一緒にいるメンバーでしたし、本当に青春時代を一緒に過ごして切磋琢磨してここまでやってまいりました。 デビュー12年一緒に喜んだし一緒に泣いてきたし6人がいないと今の僕はもちろんいないですしここまで成長させてもらったことに本当に感謝しています僕がこういう決断をすることに最初本当に動揺してくれていたしいろんな思いがあったと思うんですけど最終的にはあんばれとか応援しているよとか言ってらっしゃい 言う言葉をたくさんいただいて、本当に、ありがとう、という気持ちでいっぱいです。ありがとう。今後、お互いの方向性というか、違う夢なのかな。お互い夢を叶えていこうという話をたくさんしました。NNNN、僕をここまで育ててくださったジャニーズ事務所の方々、関係者の方々、スタッフの方々、本当に感謝しております。 右も左もわからないところから教えてもらったりしたのでメンバー同様。ここまで成長させてくださった事務所の方々の力ももちろんあると思いますし。これからも、感謝を忘れずに進んでいきたいと思います。ペン NNN、一番最初にもらったファンネタ。忘れていないですし。昔は、列をなして、駅から仕事現場まで一緒に歩いたり、一人一人のファンの方々の気持ちがあって、 ここまでやってくれたのだと思っています。6人も頑張って欲しいと思っています。本当に本日までありがとうございました。北山博光です。北山博光は、本日をもってジャニーズ事務所を対処し、ひすまいを卒業します。皆さん、本当に本当に本当に、ありがとうございました。ひすまい北山博光がジャニーズを対処した理由は、 画像すまい北山宏光が事務所を対処した理由北山宏光さんは8月31日にジャニーズ事務所を対処しました対処の理由についてはまだ明らかにされていません芸能生活21年の北山宏光さんは世の中の環境が急速に変化する現代において新たな挑戦と第二の人生を歩んで見たいと思うようになりました 37歳という年齢を考慮しながら、彼は新たなチャレンジを望んでいるようです。北山さんは2022年秋頃から事務所を退所することを周囲に相談し始め、メンバーにも卒業の相談があったそうです。滝沢さんや三宅健さんも同じ時期に対処の相談や交渉をしていたため、北山さんは滝沢さんを尊敬しており、滝沢 三の対処に就く形で事務所を対処することを決めたのかもしれません。他にもいくつかの要因があるかもしれません。対処理由1、滝沢秀明の対処。滝沢秀明さんのジャニーズ対処が最初に挙げられる理由です。画像は、滝沢秀明の対処。滝沢さんと北山さんは、2004年のミュージカル、ドリームボーイ、で知り合いました。 このミュージカルでは滝沢さんが最年少の座長を務め、高校卒業したばかりの北山さんを射程のように可愛がっていました。北山さんは、15年の滝沢歌舞伎に滝沢から指名を受けて出演が決まった時には、片思いから両思いになれた、と語っていました。滝沢も北山の生意気なところを気に入り、二人で食事に行くなど、 な弟子のように可愛がっていました。滝沢さんが対処を決めてから、周囲に対処の相談を始めたとの情報が出ているので、北山さんは、慕っている先輩と一緒に活動をしていきたいと思ったのかもしれませんで、対処理由にメンバー間の格差。メンバー間の仕事格差が対処の理由とも言われています。画像はメンバー間の格差。ひすまいのフロントメンバーである玉森祐太さん。 富士が、矢大介さんとの、仕事格差に不満を抱いていた可能性を指摘する報道が出ていましたが、北山さんは、北山博光は、仕事格差の報道を否定し、その姿勢にファンからは、感激のコメントが寄せられました。彼のはっきりとした否定の姿勢は、とてもかっこいいですね。対処理由さん、個人事務所の設立。北山さんは昨年、 都内に個人事務所を設立しました。現在、対処に備えて個人事務所を運営しています。対処理由4、ガーシーからの言葉。2022年11月6日に、ガーシーさんが生放送を行いました。北山さんが対処することを話していました。キスマイなんかもう辞めるって聞いてますよね。キスマイは、結構前から辞めるって聞いてますけどね。 どこからこのような情報を手に入れているのか。謎ですね。対処理由を、年齢。北山博光さんは現在37歳で、9月17日には38歳になります。ジャニーズの公式サイトで、もっと様々なことに挑戦し、第二の人生を歩みたいと語っています。自身の年齢を考慮して、今が独立する時期だと考えたのかもしれませんね。 対処理由6、内田理央との結婚。北山さんの噂さ,されている結婚相手は内田理央さんです。画像は内田理央との結婚。2021年頃から交際を始め、同じバーによく通って仲良くなったそうです。以前は、仕事の相談などで、一緒によく飲んでいたのですが、コロナの影響で、北山さんはほとんどバーに行かなくなりました。そのため、 北山さんの自宅で、内田さんと一緒にお酒を飲みながら過ごす時間がとても貴重な癒しになったそうです。年齢的に結婚を考える時期なので、一緒にいて心が安らぐ相手と結婚を考えるのは当然のことですね。キスマイ北山博光は、その後、トゥービーに合流するのか。画像はトゥービー公式サイト。北山博光さんは、トゥービーに合流する可能性が高いです。以前、 北山さんは滝沢さんに向けてラジオで何かあればすぐに飛んでいきます。と述べ、尊敬する先輩のもとで一緒に仕事をしたいと思っていることを表明しています。まとめ。画像はまとめ。ここまで、北山博光さんの事務所対象について紹介してきました。最後に本記事のまとめをしていきましょう。2023年8月31日。 ひスマイの北山博光さんがジャニーズ事務所を対処しました。滝沢秀明さんのジャニーズ対処が大きな要因と考えられます。今後は t u b e に所属する可能性が高いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。